サブちゃんです。めっちゃ一人で動画撮るのめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、今日はなんか私最近すっごい久しぶりに洋服を大量買いしたんですよ。好きなブランドのチコでさえ当分買ってなくって、でそれをこの前ネットでね大量購入しま久しぶりにしましたっていうのをインスタのストーリーにあげたら、購入品教えてください見たいですって言ってくださる人が結構いたので、サブちゃんでねゆるーくその買ったものだけパパパッと紹介していきたいなと思います。まず一つ目こちら、じゃん、こちらのスウェットですね。なんかねこれフリーサイズなんだけどちょっと大きめの作りだね。でこれはねもうね暑いと思う。で私ももう買うものの、もう今年は着ずに来年から着たいなとかって思って買ったんですよ。今年着れなくてもこのデザイン好きすぎて可愛いなと思って買いました。でもちょうどまだね寒い日があったので、朝とかまだ寒かったりねしたので開封して着ちゃいました。でも今日はもう暑いかな、もうね着れないね。ちょっとオーバーめなトレーナーでスウェットかで、ここがね指がなんか通るようになってて萌え袖ができるっていう。ほんと、まあ、このロゴが可愛いよね。このロゴが可愛くて、でピンクもあってピンクとも一瞬迷ったんだけど、このホームページの色だったら欲しかったんだけど、なんか実物の色この写真とかで見たら意外となんか青みピンクというかピンク強めだったんで、やめてこっちの白の方にしました。次はこちらのスカートです。これはねこんな感じで結構ハイウエストになってて、でポイントはここにね結構深めのスリットがあって、ここキュキュキュってこう引っ張られてる感じのデザインになってます。これがめっちゃ可愛い。普通に立ってる時はスリットはあんまり気にならないんだけど、これ一回外で着たんだけど風が吹くとね結構開くね、そこだけ注意かなって思います。ほんでもう見てわかると思うんですけど、私すごい太ったんですよ。妊娠中から太って産後太り、そのまま痩せずにそのまま着てて、だから久しぶりにチコ買う時、チコって結構ウエスト周りとかが細身、まあ、細身というか、私にとってはちょっとなんか細身な分とかが結構あったから、多分これネットで久しぶりに買うけどピチピチもしくはワンチャン入らない可能性もあるなと思ったんだけど、まあまあ入りました。次はこちらのぴょんワンピースでーす。これ超かわいい。これはね確かウェブ限定のワンピースだったと思います。こんな感じでここがねカシュクールっぽくなってて、もうめっちゃ私好みのワンピースです。でほんで長さは長めですね。こんな感じ、ボタンがここまであって下がスリットになってるっていう感じですね。服のサイズどうかなって思ってたって言ったんだけど、このワンピースは正直ちょっとぴったりしてたこれだけ見たらね絶対余裕で入りそうって思ってたんだけど、着てみたらねこのボタン、あの足回りかな、骨盤とか足回りがぴったりして結構ライン拾われちゃう感じでしたね。まあそれは普通にね普通体型とか女の子だったら全然大丈夫だと思う。はいって感じで、まあどんどん多いんでね商品をポポンって紹介していきます。こんなにあります。じゃあまず一つ目は、あ3つ目か、3つ目はこちら、じゃん、こんな感じのオフショルダーになってます。黒です。これ実は私3年前か4年前ぐらいにこれにすっごいそっくりなねチコに出てたねオフショルがあって、それめっちゃ着てたんですよお気に入りで。でさすがにちょっと着すぎて古くなって処分しちゃったんですけど、今回それにそっくりなやつがまた出てたので買いました。でその時はベージュっぽい感じの色だったので、今回はブラックにしてみました。こんな感じで
デニムとかに合わせてかわいそうだよね。で次、次はじゃじゃじゃーん、こんな感じのビッグなシャツです。これはもう即買いだよね。これ真ん中開けてね、こう羽織として着たいなと思って。でも見てたらわかると思うんですけど、まあ、これは冬とか春用だと思うんだけど、夏用でも私半袖とかこう腕を出すね格好が好きじゃなくて、好きじゃないっていうか、体型がすごいコンプレックスだから隠したいっていうのが第一なんですよね。だからこういうね、薄手の涼しく着れるけど、この薄手のね長袖っていうのをがポイントで全部選んでます。でも本格夏になったらもうちょっと短いのとかも買うかもしれない。でもこれは中になんかこういうさやつを中に着て、これを羽織るみたいなコーデにしたいですね。次はこちら、じゃん、かわいい、なんか牛柄な、何柄って言うんだろう。これもね、もうほら生地がねすごい薄くて、チュル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 って感じで、なんか暑くなっても涼しげに着れるし、腕も隠せるっていう長袖、私の好きな長袖っていう感じですね。牛柄大好き。で次はじゃん、こちらのスカートです。これもね、ここさっきのスカートと一緒で、膝ちょっと上ぐらいからスリットがこう入ってます。で後ろにこうチャックがあるのと、そうここにねゴムがついてるからね、結構ねサイズ調節できるっていう、私にとってありがたいスカートです。これワンチャン入るんかなと思ったけど、まあ大丈夫でした、ギリギリ。真っ黒なんでね、こうやって何でも合いそうじゃないですか。なんで最後で、最後はこちら、じゃん、ほらめっちゃ可愛くないですか、こんな感じのトップスです。これはね、さっきのこれよりももっと涼しいと思う。涼しく着れるやつ、ここ穴が開いてるし、もうねほら見て、透けるぐらいの薄さですね。これこんな感じで、これ中にさインナー着なきゃいけない系だと思ってたんですけど、ここのね、ここの部分にはちゃんとね裏地がついててね、この穴はなくなってるわ。ちょっと透けるけどこの穴は隠されてるね、真ん中だけ。ありがたい。だから腕は肌見せ、チラチラっと肌見せができて、すごい可愛く着れる感じで、後ろのデザインはこんな感じです。可愛いねってな感じで、私のチコの購入品でした。ありがとうございました。本格夏になったらまた違う服とか買ったりするかもしれないんですけど、とりあえず春とか夏の序盤とかはこの服たちでたくさんお出かけしたいなっていうふうに思います。今回は試着動画はないんですけど、まあ動画とかでね、絶対このお洋服たちが何回も登場してくると思うので、ぜひメインチャンネルとかの動画をご覧になっていただけたらなっていうふうに思います。じゃあ終わります。このメインチャンネルのチャンネル登録と、インスタグラムもやってるので、インスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあねー。